令和2年9月15日、阿蘇市黒川の阿蘇市立阿蘇小学校で、ようこそ先輩の講演会が開かれ、子どもたちが阿蘇カドリードミニオンの宮沢園長の話を聞きました。阿蘇小学校のようこそ先輩の講演会は、地域で働いている先輩たちが、小学生の頃に夢に向かって努力したことなどの話を聞き、子どもたちの今後の生き方につなげてもらおうと毎年行われているもので、4年生から6年生の児童136人が参加しました。この日は阿蘇カドリードミニオンの園長でアニマルトレーナーの宮沢敦さんがプリンちゃんの超勉強法と題して講演しました。講演の中で宮沢園長は、動物に演技を教える際は無理にやらせない、焦らない、褒める、興味を持たせ自分で考えさせることが大事だと話していました。そして人生には悪いことといいことが半分ずつあると子どもたちにアドバイスしました。嫌なものを先にやりなさい、先に損したものが先、先に損したら後からいいことが来るんです。最後に質疑応答があり、パン君は今どうしているのですか、公演の前にはリハーサルを行うのですかなどの質問に、宮沢さんは、パン君は今広い運動場で遊んでいる、リハーサルは一切しないなど、子どもたちの質問に答えていました。